皆さんこんばんは、楽しんでください。でたらめな夢を好き勝手ばらまいて、おもちゃにしていつまでも遊んでいた。家着いた明日か、一番くだらないとはしゃぎながら気ままに生きたあの頃。ああせめて僕たちが一度背を向けたら、戻れない場所なんだとしてたら、半端な夢の人影僕たちは目を閉じて離れた。君に言いそびれたことがポケットの中にまだ残ってる。指先に触れては感じる懐かしい痛みが、何かに近づくために歩いたのか、遠ざかるためにただ歩いてくのか。あの時のことも、あれからのこと間違ってなかったのか、本当はまだ知らない。強がるわけじゃないんだけど、立ち止まっちゃいけない気はしてる。思い出の僕たちを責める気はないから、君が置いてた言葉だけポケットの中で握り締めた。手のひらに抱きた感触を忘れたくないから、あれから君はどう生きてるの、変わったのかな。戻れない時なんだと気づいた。半端な夢の人影らが不意に誰かを傷つけてゆく。臆病な僕たちは目を閉じて離れた。君に言いそびれたポケットの中にまだ残ってる。指先に触れては感じる懐かしい痛みが、はぁはぁはぁ、yeah、君は今何してる。僕たちを見ている。ありがとうございました。あとの日々お楽しみください。